スナイパーがいいです。強そう。遠くからチュンチュンしたい遠くからがいいんです。あんま接近戦よりは。あもう疲れちゃうんであめちゃくちゃ柔らかいんでマジやることなかったですよね序盤で大丈夫ですか。あすごい。この押しっぱなしでいい。はい、あ、いいですね。あ、いいじゃないですか。あ、いい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 い。ゲームが絶望的に苦手です。あら軽いこう台本をいただいた時にゲームが得意でお好きな3人って書いてあったんですけどどっからその情報入れたんだろうなうまい。いいよ。危ない。おお、いいよ。虫歯だ。いや、これ…あ何ですかこれ爆速払ったお金取るんですか。2000円ですから。あ、そうだ。ちょっと食らわないじゃん。さあ、ちょっとつまんね。え、あ、僕だ。あ、いやクリア僕じゃなかった。あのゲーム難しそうでしたね。ものすごい難しかったですいや、大したもんすよ、うん、あんなに進む、だってゴールしそうだったもん、うん、ボスの雑魚さがすごかったですよ村上さん一瞬でやられてましたもん。一瞬でした。僕でしたよね、あれね。おそらくね。おそらくね。スナイパーがいいです。強そう。遠くからチュンチュンしたい遠くからがいいんです。あんま接近戦よりは。あもう疲れちゃうんで今回の映画の中でも科学部ものすごく活躍してるのでやっぱ科学かなと思いますけどね、うん、僕バスケ部だったので、うん、本当にバスケって何にも役に立たなそうなんです何をしたらいいかね、すごい考えたんですよ、あれ 見終わった後、はい、何もないですよ、ね、何もないですボール強く投げる瞬間なんて一つもないですね。ない、うん、トゲトゲのボールを投げつけるぐらいしかないですよ多分